はい、こんにちは。本日はですね、前からちょっと作ってみたかった料理、シャリアフィンステーキを作っていきたいと思います。で、シャリアフィンステーキって聞くと一見ミラノ風なんちゃらみたいな感じで、いかにも西洋料理っぽいんですけど、違います。日本、料理です。で、まあ日本料理なのに、なぜシャリアフィンっていうのっていうところなんですけど、まあ、1世紀以上前にね、海外の有名なオペラ歌手が日本に公演に来たわけですよ。で、その時日本で一番のホテル、東京の帝国ホテルに泊まったわけです。シャリアフィンっていうね、名前からオペラ歌手を想像すると、まあ綺麗な女性で、声もすごい通って、きらびやかな女性なんだなっていう想像をしてしまうと思うんですけど、なんとまさかのシャリアフィンはしそノーロで、シャリアフィンが帝国ホテルに来て晩ご飯を食べるときに、その帝国ホテルのシェフに、私歯が悪いから柔らかいステーキを作ってくれって言ったらしいんです。で、そこの料理長考えました。叩けばいいのかな、何かにつければいいのかな。ここで考え出したのが、牛肉をまず筋切りにして叩いて柔らかくして、さらに玉ねぎの酵素で肉の繊維を柔らかくする。ではそれが予想以上に美味しかったということで、まあ、メニューにもらったみたいなんですけど、そこからシャリアフィンステーキが生まれました。今日のポケットの中はノーマネーなので、お酒もノーマネー。今夜は君に言わないとって言わないと。ヒーヒー。いや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 、おかしいやろ。まあ昔じいちゃんにはやられたけど、で、あと刺激がめっちゃ強かった。今までで一番涙が出た。半玉みじん切り、半玉すりおろし、あとニンニクのみじん切りも。続いて牛肉の処理、裏表斜めに筋切りをしていきます。筋切りが終わると包丁の柄の部分で叩いていきます。裏面もまだ塩コショウはしません。先ほどの玉ねぎのみじん切り、にんにくのみじん切りと玉ねぎのすりおろしを合わせていく。はい、それではこちらを今から冷蔵庫で3時間寝かしていきます。それではさようなら。さよならと言った君の気持ちはわからないけど、いつもより眺めがいい。フランケ劇場に戸惑ってるよ。もし君に一つだけ願いを言えるのなら、チャンネル登録しないなんて言わないで、絶対に。1時間2時間3時間漬け終わりました。果たしてどうなのか。もう肉の色が変わってるんですよね。ここで玉ねぎとニンニクを払っていく。はい、ここでやっとですね、塩コショウで味付けしていきます。コショウはブラックペッパー。こちらの漬けておいた玉ねぎはソースに使います。めっちゃキラキラしてますね。まさにミラノ風。あ、皆さんミラノ風っていう意味知ってました？あのミラノ風って作り方や入っているもんではなくて、あの見た目のことを言ってるんですよね。あの ミラノっていう町は金持ちがいっぱい住んでるんです。で、金持ちがいっぱい住んでいて華やかな町、そんな町のような見た目っていう意味でミラノ風と言われてます。なんでね、あのチーズがいっぱい乗ってたりだとか、パン粉をいっぱい散らしてキラキラしてる料理をミラノ風とか言います。両面を2分焼いていきます。はい、オニオンソース、醤油、酒、みりん、お酢でさっぱりさを出しています。ちょっと甘辛いね、和風のオニオンソースです。
シャリアピン、中までね柔らかくてしっかり玉ねぎの甘みが入ってます。うまいな、今までのステーキとは違う。今までステーキって言ったらステーキソースか塩コショウかあとはおろしポン酢かぐらいしかイメージなかったんですけど、これは新しいですね。シャリアピン、シャリアピン、ほぐれるほぐれる。こういうステーキの横についてる野菜ね、バターとブラックペッパーが絡んでて最高。ピー、こういうステーキの横についてる野菜もね、バターとブラックペッパーが絡んでバターとブラックペッパーがバターとブラックペッパーが馴染んでてめっちゃうまい。今回作ったシャリアピンステーキは、まあ、時間はかかりますけど別に難しい工程は一切なく、牛ステーキを玉ねぎの中にマリネするだけなんで、あ、マリネ、マリネは、つけるっていう意味です。ついてこれてる、大事、非常に簡単なので皆様ぜひやってみてください。家庭がおしゃれになると思います。でこちらまた一切れ余ってるんですけど、こちらはじっくり楽しみたいんでこの後ゆっくり食べていきたいと思います。それでは、次回もまた見てね。グッバイ。最高。ピー。